むちゃくちゃ美味しいですね。あの今ブロッコリーをね、この茎の部分ですけども焼いてみたんですよ。塩コショウで、塩コショウで焼いた上にブラックペッパーなんですけどね、マヨネーズをちょびっとだけ垂らしてみました。焼いたブロッコリー美味しいですね。この茎の部分も焼くとね、ものすごく柔らかい。通常このカリフラワーみたいな、パンチパーマみたいなところを食べるじゃないですか、あそこもホコッとしてて美味しいんですけどね、この茎の部分、私ね最近まで捨ててたんですけども、茎の部分もちゃんと成形して、で一旦茹でたんですよ。これ茹でた後、それを今塩焼きにしましたね。これ美味しい、すごく。うん、ちょっと上からのアングルで見てみませんか。うん、こんな感じですね。美味しそうでしょ。これブロッコリーでしょ。これがむちゃくちゃ美味しい。これはね、うん、今までね、早朝いろんな食べてきたシリーズやりましたけど、長続きそうですね。うん、ブロッコリーの効果っていうのは、ブロッコリーの効果、食物繊維、水に溶けやすい、うん、で、お通じも良くなると。善玉菌の集まり、善玉コレステロールが上がります。ブロッコリーを食べるとどんな効果がある。で、ブロッコリーは栄養の、野菜の栄養の中でもトップクラス、カロリーが一番高い。カロリーは高いんだ。うん、食物繊維、ビタミン、ミネラル、カリウム、鉄の含有量も全てトップ、うん、でビタミンが不足しがちな方にはぴったり。特に食物繊維とビタミン C の含有量はずば抜けているそうですね。つまり免疫能力が上がるんですよ、ブロッコリーね。うん、めちゃくちゃ美味しい。カロリーは高めらしいんですけどね。うん、美味しい。ブロッコリー毎日食べよう。